ビッバースコの砂川です。お願いします。今これもうビッボス見てわかる通り、この大雨、これスコールバリに来てます。新庄、まあ、ジョークなんだけど、新しい本拠地の北広島ボールパークに来てるんですけど、錦鯉が行くノリノリ散歩のロケでやってくるみたいだから、本人に扮してドッキリを仕掛けたいと思います。まあ、ドッキリの雰囲気っていうのがもうこんな感じなんだけど、うん、この辺に錦鯉が見学に来るっていう風に聞いたから、俺この辺り、この辺りでお忍びでちょっと球場見学しているっていう体で、ドッキリを仕掛けたいと思うんですけど、この距離だったらいけるでしょ。この距離だとちょっとそのむくみすぎじゃないってなるかもしれないけど、この距離は一番得意だから俺いけると思います。意気込みの方は、まあやっぱりもう負けは許されない、そんな状況に置かれてると思うので、本当に頑張りたいと思うし、ファンのためにも絶対頑張るって絶対頑張る。アクションカット特別入れさせていただきました。ちゃんともう、バッターボックスとホームベースあの位置なんだね。そうなんです、はい、今日特別に印をつけていただきまして、はい、ありがとうございます。選手の表情まで見られるかもしれません。いや本当顔見えるよね。ファンは宝物の新庄剛志です。今もう錦鯉がそこでロケしてるみたいだから、ちょっと視察がてら見てるふりして、この距離だったら絶対バレないと思うので早速行ってみたいと思います。この風が気持ちいい。やっぱ実際の芝だからあれだよね、風で。バットで素振り的な感じで。あ、なるほど。だからこう来てこう持つでしょ。そこにも宿泊施設はあるの？はい、すごっ、はい、何でも揃っちゃいますよ。宿泊施設あった、はい、全然見えてないみたいですよ。高橋さん、完備、はい、あそこに誰かいません？どこですか？まっすぐ前です。まっすぐ前、まさのりさん見えました？いや見えないな。いや全然わかんない、全然わかんない全然見えてないですね。もうちょっとリアクションデカめにいっちゃいますか。ちょっとデカめ、ちょっとなんかジャンプとかなんかしたい。ちょっと おっさんすぎて目が悪すぎてますよ。チアリーダーってどう入ってくんの？チアリーダー、うん、こう入ってきて、まあこうだよね、こうなってくるよね。動いてる方いませんか？はい、います、動いてますね。踊ってるますね。はい、いたいたいた、はい、はいはいはい、こうなってくるよね、こうなってくるよね、こうなってくるんだよね。あったのか、はいはいはい、もしかして、もしかして、もしかして、あのあのビッグボスじゃないですか？ビッグボス、ちょっとビッグボス、なんでいらっしゃる？ビッグボス工事現場来るの？え、なんでいらっしゃるんですか？ビッグボスじゃねえだろう。え、行こうぜ、もう次。ビッグボスのご挨拶になっちゃう。多分ちげえ。我々ね、ファーストキッチンの時も挨拶させていただきましたから。あのビッグボスですよ。はい。挨拶しなきゃ、はい、これは。そうですよね。若干たかしさんが疑ってる目で。まあまあまあ、ちょっと緊張しちゃって、信じたくないみたいなとこあるんだろうね。だからなんか無理にいやいやみたいな、あのお笑いできる方だから錦鯉さんって、だから本物だったのってなる前振り作ってくれてる、嬉しいよ。あのギリギリまでちょっとビッグボスさんとして振る舞っていただいて。あ、もちろんです、はい、北海道に飛行機降りてからもずっとビッグボスさん。ちなみにこれまで錦鯉さんとビッグボス状態、はい、まあ、ビッグボスさんなんですけど、はい、どれぐらいまでギリギリ近づいたことありますか？いやもうこの距離ありますよ、全然、はい、まさのりさんなんてもうぼやけてビッグボスにしか見えないでしょ。逆に得意かもしれない、近い距離の方がと。
坂井さんが若干やっぱちょっとそんなわけねえだろって言ってましたね。坂井さんはね、でも多分成立させるために言ってるんでしょうね。本人だったんだって言いたいんだよあれきっと。あとあとね、やっぱ本人だったんだって言いたいので、ああ言ってるってだけで、バラエティーしちゃってくれてる、ありがとう。じゃあちょっとバット持っていただいて、はい、我々ちょっと離れますんで、もうここで一人来ていただいて、はい、迎えていただくっていう感じで、はい、お願いします。うわぁ、うわぁ、うわぁ、すごい、見ました、見ました、あれ、あれ、あれ、ビッグボス、あ、いらっしゃる、あ、誰かと喋ってる、誰、誰だ、もう誰に話しますか、休憩したかったら言ってね、何を、え、疲れてない、ちゃんと休憩取ってる、すげえ邪魔してんじゃん、工事のビッグボス、ビッグボス、そうそうそう、いいよ、腰掛けちゃんとね、あれ、ビッグボス背番号1、まだ、まだやっぱ素振り、敬遠の球打った時随分あんなに動いて、あれビッグボス、してます、どうもどうも、お待たせします、どうも、スキースキーありがとうね、ありがとうございます、お世話になりました、ビッグボスこんにちは、だほ、よかったよ、あ、こんにちは、東郷です、ね、ありがとうございます、すごいよかった、あの時楽屋でビッグボスが、あのね、気楽にやっていいよって言ってくださったおかげで、あの、思い切りできました、あ、本当、はい、全然覚えてないよ、覚えてないですか、思ってくれたのにどんどん来るから、新しい人、ビッグボスだ、ビッグボス、ビッグボス、ビッグキツネ、淡路じゃねえか、キツネの淡路、キツネって言わないでもらえる、キツネの淡路、いやいや、ビッグボスです、キツネの淡路、ビッグボス、あの距離で見たら神奈月さんかなとも一瞬思ったけど、錦鯉が行くノリノリ散歩、初のビッグゲスト、やったビッグボス、ビッグボスで行くんだ、すごい、お願いします、嬉しい、逆に僕もあっちから見てるとき、あ、完全に飛距離だなと思ってたんだけど、飛距離じゃない、森本飛距離選手じゃない、飛距離じゃなかった、飛距離じゃないですから、でもあの覚えてる、はい、俺あの前回始球式来てくれたとき、はい、あの差し入れしたの、はい、新球場でも、はい、あのオフィシャルグッズ作ってて、はい、今日そのプレゼントしようと思って、これあの、はい、新球場のオフィシャルグッズだから開けていいよ、開ける、これ何ですか、何か分かんない、はい、あ、歯あんね、歯はい、下奥歯ねえから大丈夫、あ、できた、ブラックライトで光るやつ、オフィシャルグッズ、ビッグボスのオフィシャルグッズ、本当ありがとうございます、土持って帰る、いや、これ違う、これまだまだ違う、やめろ、こんにちは、はい、OK です、はい、移動です、ありがとうございました、全然騙せてましたね、いけてましたね、ちょっとそのじゃ本人と思って緊張してましたよね、ちょっと、バックネット裏から淡路でした、うん、いや、その気づくバレてたかもしれないですけど、その気づくの遅すぎませんでした、その人としてはね、全然気づかなかった、目悪くて気づかないっていう、淡路か神奈月神奈月さん、そんな絡んだことねえから神奈月さんだったらどうしようとあ、その緊張センスいいね、今回改めて錦鯉さんとビッグボスの状態でお会いするということで、騙せそうですか、え、この状況で逆に偽物って疑う人いる？